ピン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 。はい、おはようございます、ジェイコモです。今日ちょっと先日っていうか昨日なんですけど、昨日ね、客観的にね、自分が運動している姿を録画するっていう機会があって、で、それ見たらですね、いやー、まあ太ったね。自分がね、デブすぎる。デブすぎるなっていうのがあったんで、ちょっとね、今日から、またね、まあ、バーガーフェスティバル、まだ続いてるんで何とも言えないんですけど、土日とかはあれなんですけど、平日ね、平日かなり、怠惰的なことやってたんですよ。なんで、ちゃんとね、節制していきたいと思います。ということで、プロテイン飲んで。あとね、フィットボクシング2を手に入れたので、有酸素運動が前から足りてないっていう話をしたと思うんですけど、フィットボクシングでちょっと有酸素運動をしてみるっていう試み、結構ね、いろんな人にフィットボクシングどうですかっていうのを聞かれたりとかするんですけど、実際にね、自分は全然触ってなかったんですよ。リングフィットとかはね、自分でやってて、あ、結構筋トレになるなっていうのは体感してて、よかったっていうのはあったんですけど、フィットボクシングがどのくらいにね、なるのかっていうのは、全然体感してなかったんで、体感してないっていうか、まあ、自分でね、試してなかったっていうのがあったんで、今後ね、ちょっとそれを、やっていこうかなと思ってて、まあ朝一、朝起きて食事する前とかに運動していこうかなと思います。